です。今回ですけども女の話したいな女の話したそうか、あ、そうか、全員わかんねえ、結婚全員してるんでね、あ、そうだ、まあ、それに近いもんやもんね、しかも浮気してる、浮気してる、おそらく、おそらくしてるしてないすごい、確かにこのチャンネルでそれ言うまずいか、いや、もうなんかね、してる顔してるぞ、全員みんなしてるわけ本当にしてない人の顔じゃないぞ、全員あれ、その浮気っていう風に思わないでほしいですよ、そのカテゴリーに入れないでほしいです、浮気じゃない、浮ついてないんですよ、ね、そういうカテゴリー入れないでほしいですね僕名前聞いたのはゲーム実況の時から加藤純一って名前生放送するために絶対に書かれるんですよ、分かれる、なんか呪いらしくてそれがこれ書かれて、いや、これはもう加藤純一の呪いだからこれはもう仕方ないからみんなで無視しよう、みんなで無視しようみたいな、加藤純一最強ってすごい書かれるんですよ、絶対書かれる、俺そこで知って、あ、こんな人いるんだっていう、それはこう指示したわけじゃない、勝手にした文化だった絶対指示するわけないでしょ、だから光の放送行って俺の名前書いてた頭いかないでしょ、ちょっともう裏の話になってくるんですけども、あ、光さん若干今ネタに困ってんのかなとか、なんかちょっと見えるんですよ、まあそうですね、った時にそこにネクステパンって入れたら、はい、もうすぐバランス良くなるのよいじったからめっちゃカッコするけどいじったいじったわこれやばかったです俺今の別にボケでもないしマジでガチで真剣にしゃべってためっちゃ綺麗にピッコリそんな顔赤になるまで笑うちょっと面白かったそれがもういやマジで真剣喋ってんの俺、はいはい、そこはネコステはメインでとかなんかそうですね、僕は料理に走ったら大体ネタ困ってます俺ほんま分かってたそれ俺ほんまそれ分かってたから実はもう一本魚さばいてますサブチャンネルに行きになりますけど多分実は魚さばいてますはじめましょう、俺今年の誕生日プレゼントもらってないからあのもらっていいあもうそうですよねそれちょっと去年の引きずっちゃってあ全然そう関係ないからさ今年の分も俺もらってんからどうしようそうですよね、うん、なんか物じゃない気もしてるんですよねうんウームの何かあげれるかな僕の判断だとつかない部分が多いんでウームのどっかにパネルに俺置いといてよウーム車内に光のパネルどっかになんか入り口のとこになんかいろんな東海オンエアとかハジヘの動画とかに光の動画流れてるたまに上がりますリアルってなんかそのすごいリアルな感じで1ヶ月に1回だけ流れるあ光おるやんみたいなあ有名だっけちょっと聞くだけ聞いてみますね一応ね、はい、それができたら俺もそれで大満足